おはよう、ジャン君。ブラシ、ブラシ、ブラシ。ジャン君、パパ誕生日です。おめでとう。普通だったらもうあと1年で定年です。でも今年から仕事を頑張らないとうちは大変なことになりますので、頑張って、やるわけない。来た来た来た、暗いの来た。ポンちゃん。お誕生日です。だってお父ちゃんお誕生日だから甘えるんだもんね。おいで、ヤン君とポンちゃんは甘えることがプレゼントだもんね。ポンちゃん甘えてあげるよって。さあお昼から生配信やるんだよ、その宣伝も恥ずかしげもなくしちゃったよ。フェイスブックとコミュニティに書いちゃったよ。だってさ、平日っていうか土曜日の昼までさ、食べも来なかったら悲しいよね。ということで、頑張ります。頑張りましょう。ハッピーバースデートゥーミーということで、はい、ケーキをいただきましたよ。コージーコーナーで今日は買いました。はい、有名なコージーコーナーありがとう。ということで、クロケンはこれ食べまーす。じゃあちょっと、これ私の。ニュートードとこだけやろう。あ、ビニール取って。はい。フィルム。では、はい、ニュート、あ、なんかコーヒー、あ、違うか。え、コーヒー？チョコだった。チョコって書いてる？生。なんとかチョコレート書いてあった、はい、いただきます。今ね、アップちょっと暗かったよ、うん、いただきます。ちょうど影が、うん、はい、今日の私とお誕生日会です。これはマオイさんと母に行くやつです。お誕生日のプレゼント、自分たちから自分へ、何て言えばいいのかな、ちょっとお高いんですが、1万円をちょっと超えてしまいましたが、なんというかですね、このコンピューターの、データがどん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 動画なのでね、溜まってきます。なので外付けハードディスク6テラ買いました。6テラだよね、きっとね。じゃなかったら悲しいんだけど。ということで、これでまたデータの整理がしやすくなります。それでもね、数ヶ月経つとまたパンパンになります。お誕生日ありがとう。ちょっと食べます。I'm not afraid of the dark.
薄く切ったオレンジをアイスティーに浮かべて、海に浮いたテラスでペンだけ滑らす夏の香り、舞い降りてきた静けさが震いちゃい。ポンちゃん、ただいま。ジャックは、ジャックベッドで寝てるのね。さあ、ソング同好会っていうところで歌ってきました。まああとは眠いので寝るだけです。まあ時間はまだそんなでもないのか、10時過ぎなのに眠い。今日はいろいろ疲れました。